はい、カズ中川です。頭の丸みが強くなるところなので、フォームでグラデーションになるようにベースはマッシュスタイル、丸さを意識することによって頭皮のその人の骨格に合わせた形になっていくので、頭皮から一番近いところでセニングが入るように、真ん中 2,3 センチ幅のこの部分をしっかり立ち上げて乾かしていきます。でここで毛先を軽くしすぎると、で少し斜めにセニング入れてあげるのが、ここが中間に入れすぎてしまうと上げた時に真ん中から短い毛が出てきてしまうので、ソフトめなワックスなんですけど、これをベースに少しツヤ感として N ドットの少し、ベースとしてはオールバック気味になじませてあげると、根元から押さえるような感じで、はい、やってみてください。